今回はマインクラフト 1.21 で追加される最強武器メイスの様々な疑問の検証、そしてメイスと相性のいいアイテム、コメントに寄せられた視聴者の意見や海外の反応を見ていきます。メイスの特殊攻撃とは。メイスは落下距離が長ければ長いほどダメージが増加するので、攻撃を失敗しなければこのように体力が高い敵モブを一撃で倒すことができてしまいます。エンダードラゴンも倒せます。この特殊攻撃は1ブロックあたりおよそハート 2.5 個分のダメージを与えられ、ハート150個分のねウィザーなどを倒すにはおよそ60ブロックの高さが必要になります。ハート10個のプレイヤーは防具を着ていなければたった4ブロックの高さから攻撃するだけで倒せます。メイスの疑問検証。まず一つ目の検証は、落下中に連続攻撃ができるのかということで、クリーパーをこのように配置してみました。果たしてね、落下しながらこの3体のクリーパーを倒すことができるのか、実際にやってみましょう。はい、なかなか大変ですが、3体のモブそれぞれにねしっかりと特殊攻撃を当てられました。続いては水中にいるモブにメイスの特殊攻撃が当たるのか見てみましょう。はい、一見ね攻撃できたかのように見えたんですが、どうも着水すると落下距離がリセットされるようです。なので水中ではあまり効果を発揮できませんね。続いてはゴーレムをね一撃で倒せる高さの上に立っているんですが、そこで低速落下のポーションを飲んでゴーレムに攻撃すると倒せるのか、これがね実現すればかなりゆっくりと攻撃を仕掛けられますよね。では実際にやってみましょう。低速落下のポーションを飲んでふわふわと落下しています。これで攻撃をしてみると、はい、残念ながら非常に弱々しい攻撃になってしまいました。メイスは現状エンチャントできない仕様になっていますが、かなとこで耐久力や修繕はつけられるのかというと、こちらも現状できなくなっています。続いては跳ね上がった頂点で攻撃をした時どうなるのか。はい、こちらも通常のね攻撃はできますが、特殊攻撃は出ないようです。落下している時のみパワーが上がる感じですね。続いては馬に乗りながら特殊攻撃はできるのか実際に見てみましょう。一人称だとね非常に見にくいです。そして今ね当たりましたが、残念ながら特殊攻撃はできません。このねジャンプ力活用できたら良かったですね。では馬ごと落ちた時特殊攻撃はできるのか。はい、こちらも特殊攻撃は発動していません。どうも何かに乗っているとダメなようで、ボートでも試しましたが特殊攻撃は発動しませんでした。最近発表された狼の鎧はクリーパーの爆発にも耐えられるほど強力な防具ですが、メイスでこの防具に攻撃した場合、果たして狼のことを守ってくれるのでしょうか。今回は100ブロックの高さからプレイヤーがメイスを持って攻撃してみます。はい、なんとね防具は一瞬で破壊されてしまいましたが、狼は無事でした。ではさらに高さを上げて倍の200ブロックの高さから攻撃した場合はどうでしょう。はい、こちらもね問題なく狼の鎧が狼を守ってくれています。どんなボスでもね一撃で倒せるメイスに対して狼の鎧かなり強いですね。続いてはプレイヤーが持った盾 VS メイスということで、プレイヤーがね一番下に立って真上を向いて盾を構えます。100ブロックの高さからこの盾に向かって攻撃します。はい、これね攻撃を失敗したわけではなく、しっかりと盾にメイスの攻撃が当たっているんですが、盾が完全にメイスの攻撃を無効化しているんですね。
この時盾は一瞬で破壊されてしまいました。ただ盾を構えていたプレイヤーは無傷です。メイス側は攻撃を当てていない判定になり落下ダメージを受けました。 PVP などではいいカウンターになりそうです。ではね、全身ネザライト防具で全てのね防具にダメージ軽減4をつけた場合、どのくらいの高さまで耐えられるのか見てみましょう。まずは30ブロックから攻撃します。はい、こちらは耐えられませんでした。続いては20ブロック、はい、こちらもダメですね。ではもう少し下げて10ブロックから攻撃します。はい、10ブロックでようやく耐えることができました。この時プレイヤーの体力はハート4個分残る程度ですね。今回の検証では13ブロックまでなら耐えることができました。では先ほどのダメージ軽減4の全身防具に加え、タートルマスターのポーションを飲んで耐性をつけた場合どうなるのか検証をした結果、なんと90ブロックまで耐えることができました。メイスと相性が良さそうなもの、まずは跳躍力上昇のステータス効果とメイスの相性を見てみましょう。ジャンプ力が上昇したので、はい、特殊攻撃を出せるのかと思いましたがうまくいきませんでした。これはタイミングよくね当てることによって特殊攻撃が出せるんですが、その判定は非常にシビアです。平地ではあまり有効ではなさそうですね。ただね、この跳躍力を生かして素早く高い位置を取るという面では活用できそうですね。続いてはマインクラフト 1.21 で追加されるウィンドチャージです。ウィンドチャージを使うとこのように高いジャンプができるので、特殊攻撃をするには非常に相性のいいアイテムですね。このウィンドチャージとメイスを使って強力プレイをすれば強いモブも素早く倒すことができそうです。ウィンドチャージとメイス、なかなか強いコンビですね。続いての相性が良さそうなものはエリトラです。上空からゴーレムめがけて飛んでいきます。タイミングよく攻撃するとなんとしっかりと特殊攻撃が発動され、ゴーレムを一撃で倒すことができました。この組み合わせなかなか強いですね。ただこの組み合わせについて開発者は強すぎますかとポストしていたので、今後何かしらの調整が行われるかもしれません。続いての相性が良さそうなものは防具盾です。防具盾をこのようにね高所に設置して落とした後、防具盾にメイスで攻撃すると、はい、落下ダメージを無効化してくれます。一応ねこれで深い洞窟や高所からダメージを受けずに降りられます。続いては足場です。足場とメイスを組み合わせると高所を取るという面では活用できますが、積み上げるのに時間がかかったりするため、実際この戦法で戦う場面はさほど多くはなさそうです。ゾンビが真下に来てしまうとね足場に埋まります。続いては激流トライデントです。このトライデントとメイスを組み合わせて使うと高所からの攻撃が容易にできます。モーションも相まってなかなかかっこいい攻撃を繰り出せますね。また雨が降っていれば地上でもこのように攻撃を仕掛けることができます。続いての相性が良さそうなものは不死のトーテムです。このトーテムを利用すれば、たとえ攻撃が失敗して落下ダメージを受けたとしてもやられずに済みます。続いては落下耐性のエンチャントです。このエンチャントをつけていれば、こちらもね攻撃を失敗した際少しリスクを減らしてくれます。視聴者と海外の反応、まずはね視聴者のコメントです。なかなか扱うのが難しそうというものがありました。確かにね、様々なアイテムや戦い方を考えなければなりませんね。続いては攻撃速度を遅くしたら良さそうというものがありました。現状剣と攻撃速度が同じになっているので少し遅くしてもいいかもしれませんね。続いてはね、エンチャントがこのままできなければ剣などと差別化できそうというコメントがありました。
ただ逆にメイス固有のエンチャントがあってもいいかもというコメントもありました。もし追加されるとしたらどんなエンチャントになるのか楽しみですね。続いては使用できる状況が限定的すぎるという意見もありました。このように狭い空間にいるとね、メイスの良さが全く出せなくなりますね。ブリーズロッドを武器に使えるならブレイズロッドで炎の武器も欲しいというコメントもありました。ブリーズロッドとブレイズロッド非常によく似ているので何か武器が作れても面白いですね。関連した進捗が増えそうというものもありました。これはね、確かに増えてもおかしくないですね。ここからは海外の反応なんですが、圧倒的に多かったのがメイスのテクスチャーが立体的な方がいいという意見ですね。確かにメイスのクラフトに必要なヘビーコアは立体的なアイテムなので、このような立体的な見た目でもいいかもしれません。また攻撃が成功した際に風のエフェクトが出るといいという意見もありました。ブリーズロッドを使う風にまつわる武器なので、実現したらよりかっこよくなりそうです。開発者からの最新情報です。開発者は最新動画でヘビーコアの入手方法について、現時点では宝物庫の報酬として入手できますがと現時点を匂わせるように発言していたので、もしかするとヘビーコアの入手方法が今後変更されるかもしれません。トライアルチャンバーに新ボスなどが追加されて、そのドロップアイテムになる可能性なども出てきました。